カセアカは、古生代ペルム期に生息した、初期単弓類の絶滅した、分類群。単弓、ツナ、万竜目、カセア目。カセアカは、カセア目を構成するグループの一つで、もう一方のエオシリスカから進化したとされる。エオシリスカとさほど変わらぬ小型のものから、万竜類では、最大となる、4メートルを超すコティロリンクスのような、大型種を含む。 植生は主に植物食であったと思われる。このグループは同じ植物食万流類であるエダフォサウルスカと入れ替わるように現れた。しかし、その葉や顎関節の形態はエダフォサウルスカよりも祖先的な形態を止めていた。しかしこのグループは乾燥にさらされた小宅地を離れ森林地帯へ進出することで他者との競争をすること。 なく容易に食物を確保することができた。そのために、彼らは、大型化し、他を寄せ付けることのない存在となった。それゆえ彼らは、万流類中最も長く生き延びることができたと思われる。しかし対等してきた獣弓類に追われるように、勢力は衰退し、ペルム期中期末、ロシアに生息していたエンナトサウルスの化石を最後に、 かせあかの痕跡は途絶える。また、これは、万竜類の最後の属であった。孫のような太い胴体と、それに比してアンバランスなまでに、小さな頭蓋を持っていた。これは、熱的感性を高めるための適応だったと思われる。つまり、頬を持ったディメトロドンやエダフォサウルスとは別のアプローチで、体温調節を行っていたと思われる。またこの胴体は、 接触した植物を貯蔵、発酵させ、消化、吸収を助けるための発酵タンクとして利用していたと思われる。頭骨で目立つのは前後に拡大した鼻孔である。これは、嗅覚が発達しているか、古吸気の湿度調整のための機械があったと推定される。また、頭頂孔は目立つ存在である。歯は、同じ装飾であるエダフォサウルスと同様、 ほとんど同じ形になっている。これは他の万竜類とは逆の傾向である。ただし、外なるエオシリスカはすでに剣士が発達するなど意思性が現れているため、両者の間に関連はない。高地に生息し、その小さな頭でシダやラッシ植物などをちぎり取って食べていたとされる。その体育ゆえにほとんど外敵はおらず、食べては植物を、 尊上の胴体に収められた消化器の中で発酵、吸収するのをじっと待つという鈍重な植物食生物であったと推定されている。ありがとうございます。